場所だったんですけど、そうコンセプトカフェ、そこでチャイナ服をお借りして、そう今日はチャイナ服でアフターイベントをやってきました。この衣装自分で選んだのって、ううん、これ着てくださいっていう風に言っていただいて、そうお借りいたしました。そう今回はね、来てくださる方の人数がね制限されてて、今回は20名の方にね来ていただき、ここでね、そうその舞台有限同士教室のなんか印象に残ったこととか、なんかそういうのお話をしてきました。そうね、今日そこで取材していただいたんですけどね、見てマカロンもらったの、イエーイ、ほらちょっと濡れちゃって、マカロンいただいたのでマカロン食べます。マカロンを食べます。そうおつ食後のね、マカロンくれたの、え？なんじゃこりゃ、え？なんじゃこりゃ、え？なんか鬼しの知ってるマカロンじゃない、なにこれ、え、すごっ、見て、見える、見て見える。見て、え、え、なんか一個がでかいの、めっちゃ、ほら見て、あれみたい、真珠みたいに開いてる、ほら大きい、え、すごい、なんじゃこりゃ、え、なんかこんな柄のマカロン見たことない、え、この真ん中のやつめっちゃ可愛いねんけど、だだだだだだ、え、ほらマカロンってこんなハンバーガーみたいやったっけ、あれなんかおにしの知ってるマカロンちょっと違うわ、ほらで、ほら、え、なにトゥンカロンやって、なにトゥンカロン、なにトゥンカロンってマカロンじゃないのこれ、え、でもマカロンって書いて、品名マカロンって書いてんだよ、ほらこう品名マーカロンって書いてんだよ、マカロン、マカロンやで、トゥンカロンっていうの、何トゥンカロンって、マカロン、品でも品名、品名マカロンって書いてるけど、え、なんかすごいおしゃれ、どうしよう、トゥンカロンや、トゥンカロン、なんでトゥンカロンっていう名前になったんやろ、何がどこの部分がトゥーなんやろ、トゥン、どこの部分がトゥン、カロンは一緒やもんね、マカロン、トゥンカロン、なんでマがトゥンってなったんやろ、
でもここ素敵、なんていうお店だろうね。ママロンママロンやって。あ、ママが送ってきた写真、でもちっちゃすぎて見えへんわママ。多分なんかトゥンカロンの写真送ってきた LINE で。太ったマカロンって意味らしいですやって。ちゃんと意味があるんや。あ、韓国で太ったマカロン、トゥンは太ってるってこと？面白い。じゃあ韓国の人にトゥントゥン言ったらあかんってことやね。そういうことになるよね。トゥンって言ったら悪口になっちゃう。みんな気をつけような。トゥンって気軽に捕まんとこな。どれから食べよう。でもなんかこれ何味なんやろう。紫やで。あーでもいい匂いする。これ一気に3つは食べられへんな。1個食べてまおうと思ったけど、1個にしとこう。ちょっと冷蔵庫入れて明日明後日食べよう。先入れてくる。聞いてや、今日さ薄力粉がなくてさ、大西んち作りたい料理作れなかった。薄力粉って何だろう。薄力粉とさ強いやつみたいなあるやん。強力みたいな。なんか白い粉って難しいよね。何が何か分からへんわ。よし、じゃあいただきます。トゥンカロン、イエーイ。でかっ。これどうしたらいいんやろ。これあいつさ、ほら開いた分だけこうトゥンさんもさ開いちゃってるからさ、お互いにぶつかり合うねんけど。え？ちょっと食べたらいいのこれ。違うよね。どうせ反対から食べた方がいいか。これあんま食べ物をね、あんま手で触りたくないのよね、おにし直接。あ、いいんじゃない。やだ、いきますよ、いただきます。冷たい。かわいい色。夢かわ。中が冷たい。何味なんやろ。でも美味しい。なんかこの色の味がする。この色っぽい味がする。
ラズベリー的な、そうそうそう、なんかそっち系。え、うまっ。なんかね、中のふわふわめっちゃ美味しい。え、おいしい。マカロンよりトゥンカロン好きかもしれへん。なんかそこまで甘くないのよ。甘いけど、なんか食べやすい甘さしてる。ふわふわが冷たいのって、そう、このふわふわが冷たい。太ってるから、え、おにしがおにしが太ってるからトゥンカロンの方が好きっていうこと？そういうこと？うまっ。ふわふわ。みんなかばってくれてる、ありがとう。おいしい、これマカロンとは違うの？と、うん。私はマカロンをさ、めちゃめちゃそう食べてきた人生ではないからあれなんやけど、なんか個人的にはこっちの方が食べやすい、なんかマカロンより。うん。なんかマカロンってさ、これを言ったらすっごい多分言い方が悪い感じに捉えられるかもしれへんねんけど、美味しいのよ、マカロンも美味しいし好きなんやけど、なんかちょっとさ、じゃあ変な風に捉えやんといてな、だからちょっとずちゃって感じせん？なんかこの生地な、なんだろうね、なんかこう伝わらんかな、美味しいのよ、美味しいけど、なんて言ったらいいんやろうね、そう、なんかそう、そんな感じがするのよ。そう、あの、その噛む時とか。でもこれは中のこのふわふわがあるから、多分なんかね、サラサラなのよ、ふわふわやけ、ふわふわやし密着度もあんねんけど、なんかサラッとしてるのよ、この中のやつが。だからそれがあるからね、そのマカロン独特の、独特マカロン特有のなんかそのズチャって感じあんましない。うん、美味しい。うん、アポロや、アポロが入ってた。ごちそうさまでした。うまかった。美味しかったトゥンカロンやって、今度セリちゃんとかにね買っていきたいね。
美味しい。ハイボールに合いますかって、ハイボールにはちょっと合わへんかもしれへん。コップがおしゃれって、これファンの方からいただいたのよ。すごいよね、いいコップなのよこれ。そう、ね、いいコップなんですよ。そういや昨日のパーティーは楽しめたって、もうすっごい楽しかったすっごい楽しかった。でもさ途中で止まっちゃってさ、おにしっていうのもさ、化石掘るとこまで行ってもうてさ、もうその化石がすごい楽しくて、もうそっから進めへんかったのよ。ずーっと化石やってた。あっこ行ったらもう沼やで。そう、ずーっと化石、もうそっから進まんの。寝るまでずーっと化石やってた。結局3匹は何にしたのって、ヒコザルにしました。大西の相棒ヒコザル、マモーカザル。なんかいろいろ変わってるよねポケモンのシステム、びっくりした。なんかあ、お風呂沸いた、お風呂入ろ。なんかそもそもなんかさ、その 3匹、最初の3匹が進化するタイミングってもうちょっとレベル遅かったと思うの。今回14ぐらいでレベル上がってもうカザルになって進化、前の時もっとさ16、17、18ぐらいじゃなかったっけっていうのと、戦ってたら手持ちのポケモン全員上がっていくレベルが、なんか昔は学習装置みたいな装置をつけたらそのポケモンは戦ってなくても、あの他のポケモンで戦ったらそいつもレベルアップするみたいなやつやったの。でも今回勝手に全員上がっていくからイージーやんと思ってそう、そうなの。なんか前より簡単になったなって思った。うん、なんかなった、ギリギリ。鬼滅は見逃してないで、10分見逃したのよ鬼滅、昨日は音消しててさ、気づいたらやってて、はっ鬼滅と思った瞬間に CM になった。10分だけ見逃しちゃった。まあでもネットフリックスで見れるからまあいいんだけど、そうそうそう、そうだね、ちょっと見逃しちゃったっていうね。そんな感じ。よいしょ、もう言うてこんな時間か、早いね時間が経つのは。15分になったら終わるわ。うずいさんはタイプって。
あの髪の毛下ろした時のうずいさんになりたいなとは思う。タイプかどうかって言われたら大西には善逸がいるからなんとも言えへんねんけど、なりたいなとは思う。うん、あの髪色になりたい。デートと結婚するのってやめてよ、内緒やねんからそれ。善逸と結婚するっていうのは善逸と大西だけの内緒なんやから、ヒントあかんねん。アリゲーターチャンネルで配信やるね。そう、明日ね、なんかいっぱいあるのよ。あのお昼のやつって言っていいやつなのかな、ちょっとよく分からへんけど、配信もあるし、明日夜にラジオもあるよね。お昼もねあるんですよね。そう、フィルは知らないとね。お兄さんも今日知ったのよ。これはどうしたらいいの、分かんない。ちょっとあと確認しとこう。夜じゃなくてって、そう、夜もあるのよ。夜はあのアリゲーターの YouTube 配信とラジオ、夜のやつはね、そう、 YouTube ライブも大西出るからぜひ見てね。うん、のラジオ2回目って、そう、あまりさんのラジオ2回目です。前回の時はマネーのバカで出たんだよね。楽しみ。寝る前ちょっとやろう。ちょっとやってからねーよー。うん、ジムは何個目って、まだもし1個しかやってないジム。もう化石で止まったから。化石、そう、どのポケモンが好きなんですか？ジラーチが好きなのよ。好きで言うと。でもなんかシールドなんかのポケモンのやつをやったあれがあったら、なんかここでももらえるみたいな、ジラーチをっていうのファンの方から DM できてて、え、マジ？と思って、欲しいねんけど、おいしい。でもジラーチが欲しいがために買うのもさ、違うやん、マジかと思ってさ。そうなのよ。うん、
ジランチ誰かちょうだいよ誰か交換してよジランチ。大西の上司新しくズバッと捕まえるからさズバッととか捕まえてみるからさ、ジランチと交換して。そのズバッとズバちゃんっていう名前つけるわ。もしズバちゃんっていう名前つけるから交換して待ってる待ってる、チラチズバちゃん、ズバちゃんオスにしておくね。じゃオスのズバちゃんですオスの方をゲットしておくから、サイン付きならズバちゃんサイン付きなら OK サイン付きのオスのズバちゃんならジラジと交換してくれる。どうやってサイン書こうかなどうしたらいいかなそれはもうあ本当にむずむずすぎやろ。あもうこんな時間や。じゃあちょっと一応お風呂入ってくるわ。今日寒い、今日寒くない？びっくりした今日足冷たいの。お風呂入ってくるわ。ということで、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位コバアットマーク大西さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が挨拶始めましたさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がリピピーさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が中高さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が HYDE 流浄ライブでミッセレが聞きたい NM ルールズさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が RTO アットマーク大西郡マリアさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がポットさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がケイジさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということでですね、じゃあ本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではまた明日、バイバーイ、ありがとうございました。おやすみ。